はい、皆様こんにちは。還暦装丁入門者の新米シングルスカラー、ノビスなシングルスカラーです。おはようございます。さて今日は、昨日2020年9月19日土曜日の私の装丁日記をご報告させていただきます。昨日はですね、宮ヶ瀬ボートクラブの方でですね、紅葉レガッタ、これは11月15日に行われる予定ですけれども、それの打ち合わせがあるということで、私もご指名をいただきましたので、宮ヶ瀬湖の方に参加させていただきました。昨日はですね、宮ヶ瀬湖ボートクラブで、エイトが1艇、クードループルがコックス付きで2艇ということで、総勢ですね、19名ですね、19名の方がローイングをされました。合わせてですね、昨日はペンタさんの方のシングルの日でございましたので、ペンタさんの方からも5、6人出ていられたようです。昨日はですね、雨も降らずにですね、曇りでしたけれども、カンカン照りではなかったということで、想定には良い日和だったと思います。それほど風もなくですね、私はコードループのナンバー292のバグを焦がさせていただきまして、昨日はですね、あまり距離は出なかったですね。往復で7.6キロ、それから南水域で250メーターを往復したぐらいですので、8キロぐらいというのが私の今週のですね、想定距離になります。宮ヶ瀬ボートクラブではですね、春と秋に、風の便りというクラブ誌、広報誌をですね、作成しています。昨日それを頂戴いたしますので、簡単にご紹介いたします。私もこの度ですね、執筆を、特別寄稿というんですかね、執筆を依頼されまして、11ページから12ページにわたってですね、コースタルスカルについて、私のちょっと知っているところを書かさせていただきました。日本ではあまりコースタルスカルというのは馴染みもないし、その、タイプの船を持っている方も少ないですけれども、海外ではですね、FISA、 国際ボート連盟がですね、主体となってですね、ワールドツアー、これはツーリングですね、船を漕いで旅する。それからもう一つは競技ですね、競技の方に力を入れていまして、なかなか日本から参加する人たちは今は皆無に近い状態ではないかと思います。そんなことをですね、書かさせていただきました。これが、今年のですね、2020年の秋号の我が宮ヶ瀬ボートクラブのですね、開放でございます。私もですね、この開放にはですね、この入ってから7年間になりますけれども、最初新入会員として、会員になった時のこと、それから、ニュージーランドで漕いできたこと、それから今回ということで、3度目の投稿になります。投稿の回数は、多い人はいっぱいいらっしゃるんですけど、私も今回特別に依頼されたということで、3度目の貴重な投稿をさせていただきました。前回か先々回かですかね、私の想定日記の中で、Android スマホ用のアプリで、ボートコーチ、これが非常にいいよということを、ご報告差し上げましたけれども、前使っていたスマートフォン、これは au 製だ au のですけれども、
それで、このボートコーチといういいアプリケーションが動かなくなりましてですね、新しいフアウェイとですね、HTC のスマホに、このボートコーチをインストールしましたところ、あまり、ちょっとよく動かなかったんですね。それでアメリカの作成者ダニエル・アイレフさんという人なんですけれども、その方とメールで何回かやり取り、それから不具合の調子を YouTube でご報告申し上げましてですね、解決策をいただいたと思ってですね、今回ボートコーチを実際のローイングに使ってみました。ところがですね、いくつかの問題がございまして、この辺についてはですね、もう一度、不具合の様子をですね、ムービーに撮って、作成者のダニエルさんにですね、ご相談したいと思います。ということで、最近ちょっとこのボートコーチは新しいスマホ、アンドロイドスマホに載せたところ不調になっております。昨日はですね、久々のですね、多人数艇、コードルプルスカルを漕がさせていただきました。私は下手なもので、どうしてもキャッチの時にバックスプラッシュを皆様に浴びさせる心配がございます。夏の暑いうちはバックスプラッシュも気持ちがよろしいんですけれども、だんだん寒くなってきますと、気温が寒い上にバックスプラッシュの冷たい水を浴びたんではですね、たまったものではないと思いますので、そういう意味では下手な私はいつもバウを焦がさせていただきます。バウですね、バックスプラッシュ上げてもね、浴びる人がいませんのでね、そんな感じです。もう一つはやはりそのシングルを漕いでいるというマイペースでオールを進めてしまうものですから、なかなかその成長に合わす、ストロークに合わすということが難しいですね。何年ぶりかの多人数艇ということもあってですね、昨日はまず成長とのタイミングの問題がありました。その他ですね、やっぱりこう体力差っていうんですかね、私なんかは漕いでいいよっていう時間はずっと漕ぎっぱなしでほとんど休み取ることはないんですけれども、やはり一緒に漕がれる方が年配の方が多いとですね、休みがどうしても多くなって、ちょっと運動不足気味かなということをつくづく感じる次第です。昨日はそうか、私は2番目ぐらいに若かったのかな。そんな感じですね。最近ですね、見合わせボートクラブに新入で入られる方が多くなっているようです。私本人があんまり会話ないので、実際にどの程度の方が入られているのかよくわからないんですけども、昨日はですね、3人の方が新たに加わられたと、加わられたってこれからずっと通われるかどうかはわからないんですけども、体験っていうんですかね、一緒に来ることになりました。で、皆さんね、全くの素人かと思うとですね、実は過去に経験がある方がいっぱいでしてですね、私よりも皆さんが上手ですね。そういう方がどうしてここの見合わせボートクラブにこう集まるようになったのかっていうことについてですね、私もちょっとよくわからないんですけども、普通でしたら人のつてっていうんですかね、人のつてで来られるようなんですけれども、最近はですね、全くつてのない方がポツポツと来られるということなんですね。聞くところによるとホームページで来るのではないかみたいな話がございましたけれども、私もですね、今回ホームページが変わったんですね。URL も変わったんですけども、以前はマリシテンとかっていう名前が URL に入っておりましてですね、マリシテンとローイングはどういう関係なのかってよく分からなかったと思われるんですね。で、私はですね、ホームページの、担当っていうか責任者の方にね、やはりそのローイングはローイングになるように、それから宮ヶ瀬の名前が出るようにということで、一応 URL
L にはですね、宮ヶ瀬ローイングという名前を入れてほしいということにしました。まあ、宮ヶ瀬ローイングというふうに名前をつけることでですね、宮ヶ瀬、それからローイング、まあ、ローイングだけでも宮ヶ瀬はヒットするかと思うんですね。まあそういうことがあって、まあ新しい方が増えたのかなっていうことも考えられて、まあ少しはちょっと、自分なりに貢献したのかなと思っています。宮ヶ瀬ローイングっていうウェブサイトにして非常に良かったのではないかと思っております。昨日、宮ヶ瀬湖を漕いでおりまして、私が気づいた事項が2点ほどございます。一つはですね、V の状況ですけれども、これは宮ヶ瀬湖の V の位置を示した図でございます。北はこちら、南はこちら、東はこちら、西がこちらということです。で、この0メーターと書いてあります、この0メーター V、 この0メーター V の上を山彦大橋が通っております。設置されております。で、昨日ちょっと気がつきましたのは、昨日は洪水域の水位でほぼ 98%、 約275メーターの水位でございました。275メーターの水位でしたけれども、この北500の V、この北500の V、 この北500の V というのは、山彦大橋の直下にある 0V から数えて2つ目なんですけれども、この北500の V の右側にですね、もう、失礼しました、通れる水域ができていたということですね。まあ洪水期というのは水位が下がりますので、この岬との上に V が乗っかっているような感じがするんですけども、まだ洪水期275メーター付近でこの水域が通れるということを新たに発見しました。これ皆様ね、気がついていらっしゃったでしょうか。気がついておれば幸いですけれども、275で水位、275で、北500の、北高ですね、北に上がる、北に上がるということはこの部位の東側を通るということになりますが、東側を十分通れる水域ができておりました。それが一つ。もう一つはですね、ペンタさんの方で出てきたシングルスカラー、これ一人いらっしゃいまして、まあ3人いらっしゃるうちの一人が新人だったんでしょうかね、初めて漕がれる方だったようですけれども、この、北250と北500の V の間で我々が、北上するコードルプル92がですね、北上するときの、進行方向の正面にですね、まあ、正面ってちょっと、まあ、ずれておりましたけども、要はこの V 列のですね、本来は彼は、西側、南高は西側を通らなきゃいけないのに、こちら側に入っていたということですね。でもう一つ言えることは、それを監視するモーターボートがかなり遠くに離れていたということなんですね。やはり新人をこの初めて漕がすという時は、やっぱりモーターボートはきちんとコースどこ取れということを指示できる範囲の、まあ、声が届く範囲でですね、きちんとコースの指導をですね、知っていただきたいと思います。まあそのどうしてもですね、広い海に出るとどこでも漕いでもいいような感じで捉えがちなんですけど、そうするとやっぱり北航すべきところ、北に行くべきところのコースと南に行くべきところのコースをわきまえ違いしてしまいますので、そこのところはですね、乗る前にですね、きちんと指導してあげてほしいと思います。やはり、衝突を起こしてからではね、危険ですので、衝突の予防を保全してほしいと。それから監視のモーターボートは
その人が陳謝するかしてないかだけではなくてですね、正しい進路を通ってるのか通ってないか、その辺のところをですね、きちんと指導していただきたいと思いますね。それともう一つはですね、やはり一定のモーターボートで、シングルスカル、複数のシングルスカルを監視するというのは大変だと思います。なのでやはりシングルスカルといえどもですね、あまり距離を広げずに一定のモーターボートで監視できる範囲でですね、密集して、漕いでもらうということが安全だと思います。まあその辺のところをシングルスカルを監督するものとしていくつか頭に入れてほしいと思います。以上です。はい、今日は、昨日、9月29日のですね、見合わせ子想定日記についてご報告させていただきました。数々ございましたけれども、特にやはりヒヤリハットですね、我々 Q2 の前に、宮ヶ瀬湖で初めてシングルスカルを漕ぐ方がですね、立ち塞がったというふうなことがありました。そういったヒヤリハットも含めてですね、ご報告させていただきました。それでは皆さん、楽しくご安全に、健康だから漕ぐ、健康のために漕ぎましょう。ありがとうございました。